で俺さ、前回のあの Q&A でも言ったかもしれんけど、子育てのコツは、まあ、前回はこう何過干渉はやめた方がいいよ、原因大きな原因の一つだからねっていう話したわけじゃん。コツでね、もう間違いなくこれだっていうのが俺一個あるの、うん、でそれは失敗を伝える、うん、もう絶対なんだよ。子供がなんか勉強でこう悩んだとするときに、なんかお前はやりゃできる、お父さんだってな、こうそういうときにこうしてああやってやったんだから絶対お前大丈夫みたいな、まあ悪くはないんだけど、それを言う前に分かるよ、だってお父さんこれ何、お前今考えて1時間だろ、20時間考えても分からんこともやめちゃったもんっていうさ、分かる、だから別に失敗しても今お父さんここにおるでしょっていうさ、失敗してもいいんだよ、できなくてもいいよっていうね、そのなんだろう、こう親なんていうのは、俺はさ、なんていうかな、踏み台、子供にとってね、でしかないと思うし、よく言うじゃん、トンビが鷹を産んだとか、そんな言葉が出来上がる以上、親を超えていくっていうことが珍しいわけじゃんか。でも親は正直それを望むでしょ、自分、社会的な地位を産むんじゃなくてね、自分よりも幸せになってほしいと思うわけじゃんか。だったら踏み台になったらだろうな。でも、こうしたらうまくいく、ああしたらうまくいく言ったら、ここが100点になっちゃうの。じゃなくて、こんな失敗したけど、お父さん、ぼちぼち幸せなんだわ。毎日帰りにコンビニ寄って、ビール、缶ビール買って帰ってきて、お前らの笑顔見れるだけで、明日も頑張ると思えるんだわ。もうそれでいいじゃん、ね。そこの一番下のライン、大丈夫だっていうところを作ってあげればあげるほど、バーン飛んでくもんね。うん、だから、子育てのコツは、大丈夫だよって。うまくいくから。ちゃんと人生大丈夫だって。俺らのことし。っていう親がね、その 実体験の失敗で、これは人の話はあんましない方がいいと思う。自分の体験でちょっと話し合うんだけどさって言って、野球部の子供が失敗したなら、ちょっと俺サッカー部だから全然違うかもしれん、柔道部だから全然違うかもしれんけど、こういうことでこういう失敗したんだわと思う。でもお父さん今笑って言えてるでしょ。そういう、こう、失敗談を伝えてあげるのは、もうぜひやってあげてほしい。なんか、この間ね、相談者で、ちょっと、池井君に預けたいって言われたんだけど、はい、ちょっと待ってって言ったの。ちょっと、だいぶこう、理解がいいお母さんだったから、これ福島かどこかに行ったんだけど、預けなくてもなんとかなるかもしれないから、1ヶ月か3ヶ月ぐらい、入塾決まった人だけ、池塾はそのスタッフ全員と親御さんのグループを作るんだけどさ、LINE グループね。それ特別に作ったんだろう。作って、逐一、報告のやり取りしましょう。もしかしたら預けるまでもなくうまくいくかもしれませんよ。その代わり、必ずやってほしいことがある。って言ったうちの一つがそれなんだ。それを伝えてあげて、で、こういう時どうしましょうみたいな相談があるわけじゃん。で、その都度ね、なんかの話で、この先週会ってさ、その時に、今チャンスじゃないですか、子供が今この壁にぶつかってるんでしょ、お母さんこういう経験したって言ってましたよね、僕に。まさに言ってあげてよ。お母さん、もう、大恥かくぐらいの大失敗してるって、ね。で、言ってもらったんだわ、ね。自分の体験だから喋れるから。そうしたら、子供がようやく笑ったんだ。やっぱそうだよね、こうじゃなきゃいけない、ああじゃなきゃいけないって、もう目にはここに見えないけど、うわーって言ってさ、それがポンとなくなったら雲が晴れるのと一緒でさ、心も晴れるわけじゃん、うん、その状態がベストじゃない、人間ってこう透き通った感じ、どこにでも行けるわ360度ぐらいのさ、心の状態がベストなわけで、それをまあ上がり下がり人間だからあるけど、そこがあるんだっていうね、そういう心の状態があるんだってことを伝えるには、失敗で失敗だ、もう絶対だ、もうぜひ伝えてあげてほしい。そしたら
池塾が来るなんてことはないんじゃない。だからなんか無意識にさ、俺らもさ子供の時からさ、先生はすごいね、親はすごいみたいなさ、なんかあったじゃん。チャリンコ屋行ってもチャリンコ屋の社長さんなんだみたいなさ、あったわけじゃんか。そういう人たちでもいっぱい失敗してるし、こういっぱい苦しんでる、それを知っとった方が俺はめちゃくちゃ生きやすいと思うね。特に引きこもったり不登校になったりする子に関しては、親御さんはマジでそれを伝えてあげてほしい。